はい、どうも皆さん、ズマです。それでは今回も引き続き、剣士やっていきましょうということなんですけれども、今回の目的はですね、一度スクーインに戻って、まず地図を買いましょう。地図を買った上で、まあ街、まあ近場に街があったらそこに行ってみて仲間を探してみるということにしましょう。ではまずは、スクーインに移動します。この移動はね、問題はないと思うんですよね。多分ね。すぐそこだもんね。だって。これ。あ、じゃ、大丈夫ね。なんか、いつもとなんか違うような、違う出口から出てない気がしたから。ちょっとびっくりしたけど、大丈夫ね。特についてくる人影もなしと。何がありがたい？ K さんがついてくるようになりましたね。ほら、普通についてくるどころか、ちょっと追い抜き気味に走ってる。こんなに距離あったっけ？あ、まあ、つき、おっと？ なんだこれは。これは、飢えた野党だ。せっかくだから襲ってきてくんないかな。せっかくだから。これは？シェフ120度。ちょっかでしょうか。意外と襲ってこないのかな。お、来た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 。お前は死なない。何も分けてくれないのか。まあいい、好きにしろ。あ、戦闘が始まりましたね。さあ、こっから先はシェク120との共闘になりますよ。いいっすね。防御体制、防御体制取った方がいいか、まずは。一応、でもよった。 まあ残ってるぞ。あっという間に終わった。本当に特に何も持ってないんだよね、こうやってやっとって。こういうの攻撃しようか。 もうやることがせこい。お、始まった。ちょっとあ、防御体制を解こう。これ投げ始まるよね。いいっすね。せめて、救急キット持ってないかな。本当に何も持ってないんだね。ねえ、何にも持ってないね。ダメだ。いいですね。回復もしたし、行きましょう。さっきから、はちゃめちゃに走り回って、これは奴隷を捕まえてるってこと？そうだね、これね。それっぽいね。怖っ。向こうにダーッとしてるのなんだろう、これ。これ、あ、飢えたやつ追っかけてるんだ。あ、違う、もう死体を抱えてるの、この人。どっか捨てに行ってるのかな、死体、死んじゃったから。怖い世界だよ。まあ、それはさておき。まずはバーを見て仲間にできる人がいるかどうかっていうのを見よう。ちょっと減らされたね、体力ね。さすがに。シェク以外がいいんだよな。これもシェクだよね。基本的にやっぱ全部、シェクなんだね。フェック、戦士。そうだね。こっちのバーはどうかしら。これがバーだね。
ちょっとまあなんか人がいない、そもそも。ここもシェイク、どっちもシェイクだ。ここに人がいいんじゃん、ほら。ああ、外交す。これ、調停者って何なんだろうね、フロー忍者の外交ステータスって。フロー忍者で困ったことがあったらいつでも戻ってきてくれ。あのフロー忍者っていうのはなんか、迷惑をかけることがあるっていうことなんだろうね。まあでも何はなくとも、どうしようもないので、まずは、じゃあ、当初の目的、じゃあまあ当初の目的通り、地図を買いましょう。これ言ってたもんね、前回ね。で、しかし、この場所さ、本当に山に挟まれてるから動かしてないカメラがね、取引しよう。で、あったあったあった。ボーダーゾーンの地図。なんか街がいいな。テックハンターの地図。結構高いんだよな。これいいじゃん。都市連合の地図、中央テリトリーだって。エントリーに消防団。これ右上じゃん。グレートデザート周辺の主要の、まあ、これも一応買っとこう。アドマグ、グレートフォレスト。シェク王国の地図だって。あ、これ良さそうだね。これテックハンターのライバル、今。都市連合の地図。これも買っとこう。栄光たるホーリーネーションの地図。これも、K さんがシェクだからね、もう行ってもっていう話なんだよね。ハイブの村。これと、これ買っとこう。結構な出品になりましたね。もう395キャットしかないんだけど。これも買っとこうじゃ。これは買えない。1000もする。ですね。まあでもこれを使えば、地図に、いろいろ変わるわけですから。まあまあ。で、じゃあ地図を見てみましょうか。せーの、ドン。ほら。あ、すぐ近くに街があるんじゃん。アドマグっていう。ほら。すぐ近くっていうほどすぐ、あ、でもあの、ハブスクイーンと比べてみれば、アドマグまではそんなに遠くないね。ほらほらほら。あ、まあこれはまあ、加わりますね。奴隷の農地。マーケット。あ、右下もちょろっと加わってる、ほら。モン、カタン、マーケット。はいはいはい。へぇ、結構街いっぱいあるんだね。ほら。ウェイステーションはこれ多分なんか砦なんでしょう。だから、まずは、いや、ウェイステーション、グレートフォートレス経由で、アドマグに向かってみる？あ、スタックに行ってみようか。バッドティース、なんかすごく、目移りしちゃうな、これ。ねえ。ハブ行って、ハイブの村行って、スタックへ行ってみようか。そうしよう。なんかアドマグってなんか、シェクの村みたいなこと書いてあったからね。まずはハブへ行こう。ですね。ちょっと、あれ、怪我してるけど大丈夫かな。まあ、いざなら、逃げましょう。また防御体制自動戦闘してくれるでしょ。自動戦闘じゃなくて防、あ、そうか、自動、うん？密輸チェックでケアをする。はい。ケアを見せる。まあ、ないでしょ。自動戦闘でしょ。この人も自動戦闘しよう。なんか走ってる。飢えた野党のリーダー。そうだよ。なんか、ハブに来るって言うとこっちのイメージあるよね。この山をわーって乗り越えて。なんなんだろう。まあ、何かに襲われなければ無事に着くことができればそれが一番ですよ。さあまずハブに着きましたよと。じゃバーに一応寄ってこう。金が一つもないんだよね。何が問題って。ここはやっぱ人がいっぱいいるよね。魚のチンピラ。もう相手のチンピラですね。あ、ガチョ、この人上手でしょ、また。チンピラだらけだ。あ、チンピラ増えてない？このモリーさんだね、この人ね。モリーさんを仲間にするっていうのも手ではあるような気もするんだけどね。6000でもって。あとね、見つけたんですよ。このガラクタの中にベッド。ここにあるんですよ、ほら。ここでちょっと、失敬して寝ていきましょう。さあ、朝になりましたね。それでは、行きましょうか。結構ね、回復したね。で、まずは、ハイブの村を目指しましょう。
しかしこれじゃあ今回仲間にできないよね、本当に。キャットが足りなすぎて。ハイブの村行くのに、そっち行くの？ああ、もう間違ってないね。怖いなあ、この辺。ダスト盗賊とか、すごくいそうじゃない？怖い怖い。後ろで動いてたよね。お、なんかちょっと陰惨たるところに来たんですけど、大丈夫かこれ。なんか動いてるよ、ほら。なんだこれ、見たことないんだけど。ゴリラ。めっちゃ強くね、ほら。ちょっと待って、ウルトラ強いんだけど。これはやべえぞ。40超えてたらゴリラが適正生物だったらアウトですね。じゃあ、明らかに不穏な水が。ヴェイン峡谷。ちょ、待って、これは誰だ、こいつら。ワーカードローン。ウェスタンハイブ。この色大丈夫なの、これ。ヴェインだ。ハイブ人は無害に見れるかもしれないが、騙されるなよ。ちょ、待って、これは何？特にも、あ、ちょ、待って、ハイブの村すぐそこじゃん。ハイブの村は。あ、これか！なるほど。入れるとこあったね。あいつら本当にこそ、見てくれ、ヒハイブ。なんすか？おお。なんすか？これなんかやばい色の雨だけど、まあ、特に問題はないんだね。この人別にやっぱ危害を加えてくるわけではないんだね。お、ようこそシェフ。ハイブショップをしっかり管理してる人間。はい。見せてください。ロボット工学って書いてあるね。あー、なるほどね。義足とかそういうことだ。これもいらんから、これ売っちゃう。いいですね。あとは？特にこれといってドローン兵がいるだけだね。なんか作ってるんだね。なるほど。板金加工。まあ、あとはこの人ら警備どうでしょう。お、なんか、肉が来た、肉が、ほら。肉が来た。これ襲っちゃうか？ここなら大丈夫でしょ、きっと。っていうか、ドローンがいっぱいあるからさ。攻撃しようか。あ、これそうか。受動戦闘。防御対戦とかなんてないか。来た来た来た。来て、ワーカードローンが反応してるね。いいですね。行きましょう。ちょっと反応してないんだけど。あれ、この人らもしかして戦ってくれない？待って、追っ始まったかもしれない、これ。待って。入ってきた。防御体制、整えましょう。ケイさんも中に入りましょう。よし、追っ始まったよ。いいね。すげえ食らってんだけど。ひとまず応急処置を済ませて、戦闘に参加しましょうか。お、いいね。で、肉をいただきましょう。あ、なるほど、そうか。ケイさんはバックパック持ってないんだね。で、これを店員に売っちゃうでしょ。店員どこ行った？店員、戦闘に参加したの？もしかして俺。まあ、違う店の店員に売りつけるよね。作戦成功ですよ。まだ応急治療してんのかな、ズマは。で、ここは何屋なんだ？ワーカードローン。ワーカードローン。これ店員？違うね、ワーカードローンだ。
ワーカーの問題だ。工場なのか、もしかして。あ、工場って書いてあるじゃん、ほら。へえ、すごいね。面白いね、あの、ハイブって。まだ怪我してるな。早く。はい、応急処置しなさいなと。あれ、それはさておき、売れる人がいないと困っちゃうな。家は、あ、ここにもあるね。ここは？ウエスタンハイブ。共同小屋。なんかでも店は間違いなくあるよね、これね。あ、これ店だ。もう道具屋の看板出てるもんね、ほら。だからここに寄り付けよ。あ、ですね、怪我治りましたね。治っちゃいないけど、ドローン兵が一人やられてんね。ハイブってあんま強くないのかね。ですね。ただ、この肉と皮は、本当にありがたいね。シェクいらっしゃい、シェク。シェクは人気者なの？なんか、これ強そうなの持ってんじゃん。ドリフターのプレートレザーパンツだって。へえ。装備売ってんだ。本売ってないかな？本っていうのは、あれを。地図売ってないかな？ハイブ式レザーベスト。なんか、あれね、前やってた時よりも全然いろんなものが増えてるような感じするね。で、一緒で、K さんがもう一発、収穫しに行きましょう。ですね。俺と取引を人間って。この差は。あ、ハイブランタンが売ってる、ほら。ハイブランタン。これって、取った方がいいのかね？どうなんだろう？なんか、反応しちゃうっていう話があるけど、遠くの敵が。とりあえず持っとかないでいいか、まだ。あと、どれが漁れるんだ？これを？当たるね。もう気がついた。ですね。もうあとは、ケイさんは肉だらけになりましたね。あれ、動いてない。あんまりあれか、肉取っちゃうと皮がしまいなくなっちゃうか。まあでも肉も大事だからいいか。で、店員さんはどこ行った？これ、ハイブ見た目全部一緒だからわかんねえな、俺。この人か？違うな。この人か。商品、そうだね。はぁ、我々と取引するために来たんだろう、人間。何それは。本当に。なんちゅう態度の悪さ。応急キット、あ、売ってんじゃん、売ってんじゃん。中級が売ってるね。いいね。欲しいけどね、もうな。ちょっとそれ以前の問題な気がしてきた。金がね。もうこの人は皮がないよと。この、皮なし。なし。あった。このガルも多分皮持ってるんじゃない？そうだね。これ戻せんのか？あ、戻せるんだ。肉を戻すってどういう、なんだろう、原理なんだろう。インベントリっていう話だけど、どういうことなんだろうね。よくわからない。ですね。で、売りつけましょう。あ、ちょっとのもう、あれだね、装備は豪華だね。商人の人は。人間！これ人間は、ハイブにとって人間ってどういう立場なんだろうね。蔑まれてるのか、それとも、
ちょっと上にいるのか、まあ、上か下かっていうのも変な話だけど、にいるのかっていうのちょっと気になりますよね。なんか、わらわらわらって出てきたの。なんか、エレいっぱい出てる。でしょ、まあ、あとはじゃあ肉を。もう、いないよね。毛皮も違う。エレいっぱいない?っていうハイブが、ほら。エレいっぱいんだけど、なにこれ?どっから出てきたのこの若ドローンは。あ、待て。バックビースト。何かが来たんだな、これ、きっと。えれえことなってんだけど、俺。もう、肉でいっぱいだね、いいね。すげえよ、これ、ほら。うじゃ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 いる。これがなんかちょっと特別っぽい。ハイブキャラバンのボス。へえ、帰ってきたみたいな感じだな、行商から。ていうのに、ハイブ、はい。吹き踏みしてくれ。なるほどね。だからもうね、入るスペースはないんだよね。残念ながら。もう一つぐらい応急処置切って持っとこうか。よし。いや、でもなかなか収穫大きかったですね。っていうのは、食料品がね。ということで、じゃあスタックへ向かいましょうか。このいかにもやばそうな色の雨は別に何もないんだね。さっきのゴリロとかいうのが、やばいから本当に気をつけよう。今まだこの状態だともう誰にでも負けるような気がするからね。で、スタック結構距離あるでしょ。で、ちょっとこれよく見ると、スタックの上から、ホーリーネーション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 なんだ。バッテリーは多分ホーリーネーションなのよ、これ。でもブリスターヒルはホーリーネーションだったじゃない。ホーリーネーション、スタックがホーリーネーションか否かっていうのが結構死活問題になってくるような気もしないでもないんですよね。っていうのは K さんがシェクだから、あそこ、異人種に対して恐ろしく厳しいじゃないですか。飢えたやつがよかった。ホーリーネーションのあれだったらちょっと危ない匂いしてきましたけど。本当にこの色の雨大丈夫なんだね。あれだよ、ね、砂漠の方じゃ普通の雨が降ってたよね。こんな真っ赤な雨じゃなくてね。ん?スタックついたの?違うよね。ただ止まってたけど。あ、雨やみましたね。なんかすごい、また氷落とした。あれがスタックか?防護壁2、はい。ホーリーネーションじゃないだろうな。そこだよね、問題は。K さん置いてった方がいいかな。とりあえず近くに来て、あれか、町にいる連中見りゃいいんだね。はい。あ、ダメだダメだ、俺ホーリーネーションだ。ということはスタックはダメですね。もういつ殴られるか分かんないもんね。いや、そうか。じゃあウェイステーション、グレートフォートレス、たどりながらアドマグに向かうしかなさそうですね。ちょっと、あれか。K さんの追従を切って、あれで図まで見てくれるんだね。だから K さんが、問題は K さんがどっかで保証どもに見つからないかっていうことですよね。だからできるかぎり端っこの方に。でしょ。えへ、ー、みたいな感じ。いきなり呼ばれたらびっくりしたもんね。通れ。覚悟がなんか誰だす。で、まあ、とりあえずは、バーに行きましょう。ですね。ほら、いるよ。いるいる。人間様が。傭兵人。これは、泥棒か。これ傭兵だよね。そうだね。これは泥棒連中でしょ?そうだね。月光漂流者。この人種じゃないんで、でもね。この辺はまだ、こんなこと言うのは少し激怒を、誰かを雇うつもりですか?はい。まあ、相場の3000キャットだ。そんな興味はない。成果のか、あれか。何もなければ取るのは今日買っとこう。ちょ、動けなかったんですけど。
愛と信仰心の兄弟。はい。じゃあ、聖火の経典を一冊持ってきましょう。スケルトンにバラバラにされた少年ティミー。なんかやばそうな本持ってんな、こいつ。導きの灯火。聖火、これか。ちょっと待って、肉がいっぱいで、持たないでな。どうしよう。まあ、いいや。肉を売ろうとるやつ。背に腹は変えられないってやつですよね、これは。いいですね。よし。それでは。捜索を続けましょうか。ここにいる可能性があるのは、ジャンさんか猫さんかですよね。これは、これ、グリフィンだって、ほら。昨日夢を見た。光の主、オクランが枕元で忘れつけてた。そこから、外からやってきた裕福な鳥、全然裕福じゃないけどね。何言ってんの？裕福な鳥はまた真理に位置づき、第一の絶望の原因にたどり着くだろう。そこを理解しようか、ちょっと待って、この人。頭がおかしい。よね、完全にね。狂人の話って感じだな。これでも喧嘩になりそうな気がするな。どうしよう。私がお前と探すためにいたら、はい。仮にそれ、僕らも、はい。9000キャットの日が、9000かなり予算オーバーだ。無理。では、私のトフィー。やっぱ金なんじゃないか。なんか偉そうなこと言ってたけど。あとはバーはないのかな？なんかありそうだよね、こんな出来。なんか危なそうなのがいいな。パラディン。パラディンの方がこっち、あ、これもあれか。そいつらか。まあ、とりあえず聖火の経典持ってっから問題はないでしょう。あとバーはないかな？ベーカリー。ブーツ店。まあ、これ。これでかくね？ここも酒場あるんじゃん。酒場だらけだな。さあどうだ。人がいない。この酒場には。銀融詩人。銀融詩人って言うとなんかロマンシングサガーですね。無理くり仲間になって仲間が出ていかないっていうタイプもあるんですけど。ヘイ！さっさとこっちに来るんだ、ベイビー！ダメだ、これね。冷凍なんだ。歌を歌うのさ。3000キャットの飲み田を戦うね。うせろ。なお払えるか。何むちゃくちゃ言ってんの、銀融詩人は。あとはでも、バーなさそうなのかな、これ、鎧専門店で、玉座。物々しいですね。ないですね。参ったね。ということで、空振りに終わりましたね。で、こっから北はちょっと危ないんで、行くのやめましょう。なので、いや、ちょっと予定が狂いましたね。本当は今回、スタックで仲間を探す予定だったんですけど、ちょっと空振りに終わってしまいました。ということで、次回はですね、ハイブの村、このハイブを辿りながら、アドモグに向かうことにしましょう。ということで、今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。